エトラちゃんは見た。俺は徳さ、大学2年生現在俺は実家で両親と共に暮らしている。ただいま。ん？ああ、兄貴今日帰ってくる予定だったか。おかえり、ヒイラギ。二人とも元気そうだね。俺には5つ上のヒイラギという兄がいる。数年前就職とともに家を出たが、同じ市内に住んでいるためこうしてたびたび実家に帰ってくるんだ。兄貴おかえり。やあ徳さん、ただいま。マジかよ。ああそうそう、それから今日は大事な話があってさ。ん？あら、なに大事な話って？宝くじでも当たった？実は僕結婚しようと思うんだ。おお、あ、そうかそうか、めでたいな。おめでとう兄貴、やったじゃないか。ありがとう。まあそれはおめでとう、ヒイラギ。とても嬉しいわ。早く孫の顔を私に見せてちょうだいね。やだな、気が早いよ母さん。そんなことないわよ。この時俺は一抹の不安を感じていた。兄貴の結婚についてじゃなく、母アザミに対してだ。というのも、お母さんお腹すい。アザミさん、なんなのこのしょっぱいお味噌汁は。こんなもの飲めるわけないじゃない。作り直しなさい。あ、母はその昔祖母から激しい嫁いびりを受けていた。俺たち兄弟も祖母に再三、母をいじめないでくれと注意したが、止まる気配はなかった。父も父で母にろくな助け舟を出すこともなく、結局祖母が亡くなるまで嫌がらせは続いた。そして俺が懸念しているのは、あざみさん本当によかったわね。ようやくお母さんがいなくなってくれて。お姉さんね、今度は私たちの番よ。私たちだって散々やられたんだから、今度は私たちが嫁をいびる立場になりましょう。父の兄嫁あかねさんも同じように祖母から嫁いびりをされていたらしく、母にこんな恐ろしい提案をしていたからであった。おばさん、まさか母が嫁いびりなんてするまいと思っていたが。はじめまして、ヒイラギくんとお付き合いさせていただいているユリです。よろしくお願いいたします。よろしくね。その不安は的中した。ちょっとユリさん、何度言ったらわかるの。料理の味付けが濃すぎるのよ。こんなもの食べられないわ。作り直し。はい、すみません。母さん、そんなきつい言い方することないだろう。徳太くん、いいの、ちゃんと作り直すから。お母様、今度こそ美味しいものが作れるよう私頑張りますね。最初からそうしてちょうだい。うん。最悪なことに、母は以前自分がされてきた仕打ちをゆりさんにぶつけるようになってしまった。同じ市内に住んでいるゆりさんをしょっちゅう家に呼び出し、しかもおばさんと一緒になってこき使っているようだった。それに、おい兄貴、ゆりさん今日もうちに呼び出されてたぞ。兄貴の嫁さんだろ、ちゃんと守ってやれよ。ああ、大丈夫大丈夫、いずれいい方向に転ぶさ。何のんきなことを。あんなに母アザミをかばっていた兄は、いざ自分が父と同じ立場になったら急に考えを変えてしまったようだ。父も今回のことについてめんどくさいのか、やっぱり触れたがらない。もう誰も頼れない。俺がなんとか母さんを説得するしかない。しかし母さんは自分がされて嫌だったことをどうして人に押し付けようとするんだ。やっぱりあの理不尽な嫌がらせが相当応えていたのか。俺は母のことを思うと気の毒に思えて仕方なかったし、もっと助けてやっていればと悔やんだ。しかし過去は過去、それを新たに人に押し付けるのは間違いだと思った俺は、母をいさめることにした。お母様、私頑張りますね。お母様、ゆりさん。そして翌日、行ってきます。はい、行ってらっしゃい。今日はおばさんもゆりさんもうちにやってくる日だ。母さんと同じ考えのおばさんも説得しないと、ゆりさんに明るい未来はない。数十分後、あ、おば様、おはようございます。よし、これで全員揃ったな。ゆりさん、今日もたっぷり働いてもらいますからね。塵一つ残すんじゃないわよ。今日は徳沙くんもいないし、たっぷり面倒見てあげるから。はい、とりあえずお茶。はい。母さんたち、やっぱり俺がいない間にもゆりさんをいびっていたのか。さあ、あざみさんもどんどんゆりさんをこき使わないとね。あれ、どうかしたの、あざみさん。もうやめましょう、あかねさん。お母さん、お母様、何を言ってるの、アザミさん。私たち散々お母さんからいびられてきたでしょ。今がやり返すチャンスじゃない。ええ、
私も同じことをすれば気が晴れるかなと思ったんですけど、読者がゆりさんをかばうところを見てると昔の私を見ているようで、なんだか虚しくて、もう母さん。じゃあ私たちの鬱憤はどうやって晴らすの？ようやく立場が逆転したってのに、それじゃ私たちだけやられ損じゃない。そんなの不公平だ。お母様、実は私、ヒイラキさんからお母様のこと聞いてて。今までずっと苦しい思いをしてきたんですよね。でも大丈夫です。無理して私に当たらなくても、絶対私がお母様のこと幸せにしてみせます。今まで苦しかった分、精一杯お母様に尽くしますから。ユリさん、ごめんなさい。私今まであなたにひどい八つ当たりを。もういいんです、大丈夫ですよ。アザミさん、騙されちゃダメよ。おばさま、おばさまのお気持ちもよくわかります。私の母もお二人のようにお姑さん、私の祖母に散々意地悪されてきましたから。そうなの。はい、なので母は、祖母が弱った今、祖母に対してひどい嫌がらせを繰り返しているんです。新妻時代に嫌がらせをされたことを100倍にして返してやるんだって未だに言ってるんです。体にいいセンブリ茶っていうお茶なんですよ。さあ、おしゃれしてお散歩行きましょう。それはもうネチッとしたやり方で、法に触れない程度にじわ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 と。でも私は立場が逆転したからってお姑さんにそんなひどいことできません。ですから私はお母様といがみ合わずに仲良くしたいです。ね、お母様。ですから茜さんも、いずれ自分がお姑さんの立場になった時、どうかお嫁さんを大事にしてくださいね。わかりました。ちょっと待て、途中までいい感じだったのに、なんだか全然違う展開になったぞ。私もう帰るわ。じゃあ、結局ゆりさんの斜め上の発言に驚き、俺はその場に出ることなく終わった。そしてその後、ねえねえゆりさん、昨日のロールキャベツすごく美味しかったわ。今度私にもレシピ教えてくれる？はい、喜んで。2人はこれまでと打って変わってすっかり仲が良くなった。ったく、兄貴のやつ。そうだ、今度一緒にお買い物行きませんか？あの騒動から数日後のことということがあってさ、ゆりさんっていろんな意味ですごいね。ああ、やっぱりそうなったんだ。やっぱりって、こうなること兄貴は分かってたのか？まあね、ゆりには母さんのこと言ってあったし、母さんは母さんでいびりに本腰入れられない様子だったからね。いずれやめるだろうって踏んでたのさ。兄は兄で考えがあって、母さんたちを泳がせていたらしい。なるほど、そこまで考えてたのか。最初から言ってくれと文句は言いたくなったが、しかし何はともあれ、嫁姑関係は良好になり、俺の出る幕はなくなった。どうぞ。ありがとう。ゆりさんもお茶しましょ。そして兄の思惑通り、おばさんもゆりさんに絡まなくなったし、あからさまにいびるようなことはしないだろう。母さん。ゆりさんに優しくしてくれてありがとうな。徳さん、いいえ、あなたが昔も今も止めてくれなかったら、私はもっと嫌な人間になってたわ。私、これからはもっといい姑になるから、あなたも遠慮なく彼女を連れてきてね。ウェルカム。なんだよそれ。ああ、わかった。一部ゆりさんの発言には驚いたが、今回母がやっぱり大好きな母に変わりないと知れて安心した。自分がやられたからって他人に同じことを繰り返すのは絶対に間違っているし、何よりやられたらやり返されるという可能性があることを世の姑たちに知ってほしい。まあ姑に限った話じゃないがな。それにうちはもう大丈夫だと思うが、いざという時嫁を守れないような情けない男にならないよう気をつけようと思う。なぜなら、あ、ちなみに父も当時母を助けなかったので、今すごく母に怯えきっています。そうなの？じゃあそこだけは参考にしようかしら。一方おばたく、ねえ立花、お母さんお嫁さんのこといじめたりしないから、せめて優しい子を連れてきてよね。おう。ご視聴いただきありがとうございました。まあ今まで受けてきた恨みを本人に返すとかならまだわかりますよ。相手がやってきたことって自分にとってはこれくらい嫌な気持ちだったんだぞと知らしめるには、それが一番いい方法だと思いますからね。しかしお嫁さんからしたら、ただひどい扱いをされたからという理由だけでひどい仕打ちを受ける意味はわからないですよ。何にせよ
こういう嫁姑問題の解決方法もあるんですね。結果的には嫁いびりをしてもいいことがないと分かっていただけたわけですから、負の連鎖を断ち切れてよかったです。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもいい話だなぁと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。